東鏡、宇田博史川の序文、東鏡、または、東鏡は、鎌倉時代に成立した、日本の歴史書。鎌倉幕府の初代将軍、源頼朝から第六代将軍、宗方親王まで六代の将軍記という構成で、自称四年から文永三年までの幕府の自責を、変年体で記す。成立時期は、鎌倉時代末期の昭安二年頃、 編纂者は、幕府中枢の複数のものと見られている。後世に編纂された目録から一般には、全52巻と言われる。編纂当時の権力者である北条特捜家の、側からの記述であることや、あくまでも編纂当時に残る記録、伝承などからの編纂であることに注意は、必要なものの、鎌倉時代研究の前提となる、基本資料である。日本における、 武家政権の最初の記録と評される。あずま鏡は、自称4年から文英3年までの87年間を描く。その記述は自称4年4月、持ち人王の領事が、伊豆の北条館に届くところから始まり、文英3年7月20日に、第6代将軍、宗方新王が京都に到着して、将軍を時間するところで終わる。主な内容は自称。 呪衛の乱と平氏政権の滅亡、鎌倉幕府の成立、上級の乱、執権政治の始まり、還元4年の宮騒動と翌年の法事合戦、特捜支配の確立などである。全体は将軍の年代記として記述されており、その日記風の文体は変態漢文の一種であずまかがみたいとも呼ばれる。収録範囲は当初から、 胸型新王の将軍時間までとする予定だったと見られるが、編纂自体はおそらく未完のままそれ以前の時点で中断したと見る説が有力である。編集者の姿勢には偏りがあり、源氏三代に対する評価はしばしば手厳しいが、北条特捜家の活躍は強調される。この傾向は特に北条安時に関する記述に著しい。編纂における、 参考文献は、大江市、三好市、二階堂氏ら文筆の家に残る記録、有筆等の出録、日記を中心に、法上書家や縁のある、ご家人の家電、訴訟の証拠として提出された偽文書も含む書類、さらに自社の記録、可能な場合は、赤月記などの区下の記録などである。このように雑多な参考文献の非同時代性から、 記述には編纂者の主観に基づく部分が多いと考えられる。一部には明らかに編纂時の曲質とみられる部分もあり、特に前半の源氏三大記については、具感症や曲用など同時代の資料との比較を要する。本書の写本のうち、最も有名な法上本の目録では、関数は全52巻であり、第24巻までが源氏三大で、 そのうち15巻が、よりとも将軍記である。現時三代記以降の主人公は、北条特捜家である。ただし第45巻は欠落し、それ以外にも、関数すら振られずに年単位で欠けている部分が、計12年もあり、そのうち連続する3年分は、吉川本や、島津本などの写本には残っている。したがって、前後1 2巻とは、本来の関数ではない。 北条本の目録は、ほぼ南北朝時代に、金沢文庫で作られたと見られるが、その段階ですでに、東鏡の散逸が始まっており、室町時代にはすでに揃いの漢本の形では、伝えられず、断片的な小失本や数年分の霊本の形で、伝わるのみであったと推測されている。それを、複数のものが別々に収集しながらまとめていった、ものが、 現在知られる複数の写本である。編纂当時の本書名は不明であるが、室町時代には、あずま鏡と呼ばれ、あずま鏡と呼ぶのは、江戸時代初期の枯渇寺本からである。林羅山、伊勢定城、坂木原長俊近藤森繁江戸時代における研究を収録した、あずま鏡、周家江戸時代のあずま鏡研究で有名なのは、林羅山であり、 徳川家康のために、東鏡公葉上下2冊を作成した。また、黒田藩の家臣に書き与えた、あず鏡子は、漢文325字の短文ながら、的をいた解説を行っている。この時代に、あず鏡を研究していたのは主に儒家国学者であり、主に夕食古実、武家古実の面からの研究であり、あず鏡についての著述のある。 伊勢定城、榊原長俊大塚良樹は、江戸時代に知られる、夕食古実の大家である。皇帝の面では、古葛寺本館英番の、官僚占いの功績は、現在の国史体系本にまで及び、伊勢定城、榊原長俊大塚良樹らはいわば、あずま鏡辞典とも言えるような仲介を行い、難解な、あずま鏡の理解を助けた。 徳川光国によって編参が開始された、大日本史でも、あずま鏡が採用されている。しかし、星野久氏によれば、参照の仕方があまり正確ではなく、あずま鏡の影響はそれほど大きいものとは見られない。最もまとまった著述を残しているのは、江戸時代後期に、徳川幕府書物奉行だった、近藤森重であり、五本日記続録において、 家康収集のいわゆる北条本の経緯や、その他当時知られていた別の写本についての比較を行い、現在でも、あず鏡書本の研究においては重要資料とされている。また、江戸時代には、老団一言集に、頼朝の死についての部分が欠落していることを、徳川家康が名称の傷になると削除させたと記されていたが、 近藤森重は家康が関与していない、応援写本にも、頼朝の死に関する記事がないことから、続説信ずるに足らずとしている。長らく定説となっていた、大正2年、八代区二春の、東鏡の研究近代の、東鏡研究の出発は、星野久志が1889年の、私学雑誌創刊号に発表した、東鏡校からである。 星野久氏が、あず鏡を取り上げたのはそれまで、支配的だった、平家物語などをもとにした、歴史観に対する反証としてであり、例えば1909年、源頼朝挙兵の名義につきて、などにも狙い得る。しかし、当時は、国史編纂をめぐっての星野、重野安継、久米国武らと、川田剛や、国学系、水戸学系歴史家との対立があり、 星野の論調は、平家物語や、太平記の資料価値を否定し、あずま鏡は、玉葉や、赤月記などの当時の公家の日記と同様の信頼を置くものだった。この傾向は、四角創設収録の、修士郎西のようは、材料性駅にある説に特に明確に見られる。それに対し9年後の1898年、当時20代後半だった、原勝郎が、 史学雑誌第9編第5、6号に、あずまの性質及びその資料としての値値を発表し、歴史研究における資料批判の重要性を強調した。その後、大正時代に入って、当時の帝国大学資料編纂係の二人の研究者、和田秀松と八代国春が、それまでは知られていなかった、吉川本その他の書本を紹介しながら、 アズ鏡が当初思われていたような同時代の記録ではなく、鎌倉幕府の万所や門中書に残る記録のみならず、京の区下の日記類まで参照しながら、後世に編纂されたものであり、またその中には多くの誤りや曲筆が含まれることを明らかにする。八代ロ・クニが1913年に表したアズ鏡の研究は、以降の研究のベースとなった。 戦後の1960年代以降、それまで定説となっていた、八代国春の成立二段解説に対して、笠松博増田修羅の反論が起こった。増田修や平田敏春は、あずま鏡における、赤月記の利用や、極用と、あずま鏡との関係についての検証を進める。さらに1980年代以降、ゴミ文彦がそれらの指摘を踏まえながら、 アズ鏡のベースとなった日記、出録の推論を行うなど、アズ鏡原資料の追求を行った。それらと並行して現在に伝わる書写本の研究も進んだ。明治時代の歴史学者、星野久氏は、アズ鏡の記述のほとんどを日記と返し、原勝郎はその説にことを唱えた。しかし、原も後半は日記だろうと推定したが、 この両者の見解に対して、和田秀松は、1912年に、あずま古社本校の中で、そのすべてが、後世の編纂であるとし、編纂の時期は、北条政村、北条時宗が、執権、連所の時代と推定した。あずまかがみ頼朝将軍期の首首首書1913年、和田の同僚であった、八代国春は、あずまの研究において、 将軍記の首書にある以下の3点に注目する。以上の各点から、あずまの編纂は、昭和3年から加減2年の間と見るか、あるいは、胸方将軍記だけが、昭和3年以降であり、それ以前は、任時2年以降加減2年までのどこか、ということになる。それに対して、八代国春は源氏三3代の将軍記とそれ以降3代の、将軍記とは、 その編纂態度に大きな隔たりがあるとして、編纂二段解説を唱える。そして前半の編纂年代については、和田と同様に、元旧2年6月22日上の記事の末尾に、興味国総集室男子平さんとあることに着目し、全三大将軍記は、 文英2年3月28日から同10年5月18日の間において編纂したるものと考えるは至り等のことと真図と述べる。それは、北条政村が左京圏大部であった期間である。そして後半の三大将軍記については、宗方進む軍記の袖書から昭和3年から下限2年の間とした。長らくそれが定説とされてきたが、 1960年代以降、笠松博士や松田衆が、八代区二春の二段解説はそれを裏付ける、積極的な証拠に乏しいとして、すべてを、昭和三年以降、昭安二年頃から加減二年の間とした。その理由は、以下の三点にまとめられる。あずま鏡を読むとき、それが、日記形式、つまりあたかも現在進行形のように書かれていることも、 手伝って、ついそれが真実と思ってしまうか、あるいは、極筆と断定しても、編纂者は、実は全てを知っていて、政治的思惑、配慮から筆を曲げたと思われがちである。しかし、鎌倉時代後期の編纂者が集めた、原資料は、ある意味玉石根鉱で、リアルタイムな資料、原本そのものもあれば、何世代もの筆を経た鎌倉時代後期における、認識や、 先祖の遺徳検証の加わったもの、ほとんど物語のような記述など、異質な資料を日記形式にまとめていったものと見られる。その中で、後世の変産物や伝承から取ったと思われる、実例には、以下のものがある。実証、受影の欄については、鎌倉法が直接関与する部分とそうでない、部分とでは、情報の正確さに、かなりの開きがあり、特に、 源の義仲の北陸地方における動向などは、かなり後の時代の京都法史料により補っていると見られる。例えば、あず鏡では、洋和元年8月13日上の記述に、基礎義仲追悼の戦時が出されたとある。あず鏡と同様に、鎌倉時代後期の成立とされる、百連章にも同様の記述がある。しかし当時の公家の日記、例えば、 玉洋の洋和元年8月6日城や、吉季の道15日城、翌16日城などには、篠の国逆ととあるだけで、基礎義仲の名はない。この段階で慶が中止していたのは、信濃国に進出していた、海元氏であり、義仲の名が登場するのはそれから2年後の、玉洋樹栄2年5月16日城が初見である。百連勝や、あずまの変者には、 後に、木曽義仲が北陸道から京に攻め上ったことから、北陸での戦いは、木曽義仲の進路を塞ぐためとの予断があり、義仲追悼の戦時は、それによる偏舎の誤解であろうと、上杉和彦は指摘している。後世から見れば、平家に立ち向かったのは、源氏の源の頼朝と、木曽義仲との印象が強いが、実際には、当時の平家支配に対して、九州。 熊野、大見など、全国で、各種勢力が放棄しており、現在では単純な、現時代平家ではなかったと、理解されている。頼朝は拒兵直後、石橋山の戦いに敗れて、船で、暴走の暗房に渡るが、自称4年8月29日上以降、同年10月6日上の鎌倉入りまで、頼朝の優筆、藤原国通りも、北条親子も同行していない。 この時、大武士団を率いて長生参事、その後明暗を分けた二人の有力御家人がいる。和佐助スケ・と同族の千葉ツ種である。和佐助スケ・は、後により友の命により殺されたが、その理由も、事件のあらましも、あずまでは明らかではない。ただし和佐助スケ・は後に殺されることを予感させるような人物像として描かれている。 その代表例は自称4年9月19日上の、和佐助スケ・が初めて頼朝に会った時の話で、ある。まさか時の故事を引きながら、ヒロは場合によっては頼朝を討ってやろうと、うちに二ズの存念を持っていたが、頼朝の毅然とした態度に、外心を返事、和順を立てつるという下りである。ヒロが内心を持ったことが、後世の編纂者にまで伝えられたと見るのは、 不自然である。また、この時、和佐助スケ・が率いてきた軍勢は、アズ鏡によれば二万機であるが、遠鏡本平家物語には一万機厳平登場録には千機とあり、アズ鏡が一番誇張が大きい。それと対照的なのが、千葉ネ種の記述である。自称四年九月九日上でツ種は、元家中絶の後を起こせしめた脳の城。 寒類眼を遮り、言語の短部書に、ひざるなりと感動して涙ぐむ。そして、頼朝はなぜ鎌倉を選んだのかという話に、必ず引用されるのも、この時の千葉常ね種の検索である。しかし、千葉常ね種にとっては、頼朝の父、源義とは、ごんを感じるような相手でないことは相馬をクリアに、ついての古文書で明らかになっている。千葉つねの一族、 そして、和佐助スケ・が頼朝に加担したのは、アズ鏡が描くように漁師が、累代の源氏の老頭であったからではなく、彼らにとっては、和佐助となった、平家の家人、藤原忠清や、平家と結んだ、下宇佐の藤原氏、そして、日立の佐竹氏の圧迫に対して、頼朝を担ぐことによって、それを押し返し、奪い取られた樹領を復活するための騎士改正の賭けで、 あったと解されている。それは、関東で頼朝のもとに参じた他の有力領主たちにしても同じである。研究3年8月5日上には、聖意大将軍となった頼朝の万所はじめにおいて、それまでの頼朝の安土城を回収して、万所八給の下し踏みを新たに与えようとしたところ、千葉常種は、すこぶる確出し、常種が文においては、 別に、ご飯を添えおけいてほしいと主張して、特別に、頼朝顔の下し踏みをもらったとあり、千葉常種を検証するその下し踏みの文面が、載せられている。あずまには記載はないが、小山智政も、また特別に、頼朝の顔付きの下し踏みをもらったらしく、その実物が発見されている。そちらは極めて簡潔なアンドらしいものであるに、 対して、あず鏡に乗る千葉つタたのものは、文言が、下し文としてはあまりにも異様である。以上各点などを考え合わせて、この期間を詳細に伝えられる絵である千葉氏が、先祖検証の家電を資料として提出した可能性が、高く、あるいはそれらをもとに、よりとも巨兵器のような形で原型が出来上がっていた、可能性も指摘されている。 千葉市の他にこの間、よりともに同行していたのは、三浦一族であり、後に一族が滅んだ、法事合戦で法上側について生き残った、佐原三浦氏の祖、佐原義綱の検証記事も、和佐助す広常に絡んで、自称5年6月19日上などに見られる。大江広元に関して、これまで、最も注目されてきたのは、文治元年11月12日上の、広元が、 守護寺塔設置を検索したという下りである。かつては、これが守護寺塔の始まりとされた。そして、同年11月28日上には、北条と政が、その守護寺塔の設置を朝廷に要求したとある。しかし、同じ事実を書き記した、九条金座の日記、玉葉には、守護寺塔とは書かれていない。そこには、九段の法上丸以下老獣等、 愛は勝ちごき、三陰三陽南海、再開諸国を賜う。将校を論ぜず、兵糧を当て模様すべし。ただに、兵糧の模様子にひず。そうてもって、伝人を治療すべしととある。1960年に、石本忠氏は、鎌倉幕府一国自童職の成立などでこの、問題に鋭く切り込み、諸国平均に守護自童を分任しは、 鎌倉時代の後期には他の資料にも見えることから、これは幕府独自の記録によったものではなく、鎌倉時代後期の一般的な通説に基づく作文ではないかと指摘した。そして、この石本の分析に橋を発して、守護、地頭の発生、位置づけについて活発な議論が巻き起こり、この守護地頭設置の時期は、 国児統制として守護制の前段階と解されるようになった。北条時折について、八代国晴が指摘するのは、校長3年11月22日上の即挙の記述である。時折の、昭雲の、行教貢献、37年、一土、激災大道博士前は、増収俗伝登録名観の伝記にあるいかつの、年齢を変えただけのものである。 ヤシロクニハルはこれを編纂者の部分ウルー色と断定する。しかし、別人の遺滑を本人の遺滑として紹介することは、後世の資料にはよく見られることである。その例としては、不相互三期にある、乱イ道高の遺滑があり、そこでも妙館の遺滑が使われている。当然ながら、乱イ道高が人の遺滑の盗作を行ったわけでは、なく、乱イ 道高本人の遺滑は別に存在する。北条時よりの遺滑に戻れば、東鏡とそれほど深い関係があるとは見られていない、鎌倉年代記にも、北条時よりの遺滑として、東鏡と同じく妙観のものを載せており、マスダ州は、時よりが死んだ校長3年から、東鏡の編3時期まで3から40年ある以上、交換に作られていた時より遺滑なるものを、 編纂者がそのまま本文に採用したと考えるのが当たっているのではあるまいかとする。あずま鏡に、北条特宗家の検証、そしてそのための曲筆が非常に多いことは古くから指摘されており、例えば、江戸時代後期の国学者、大塚良樹は、あずま鏡別中において、文治2年4月8日上の正午前に、鶴岡八万宮で舞いをさせた時の記事。 文治5年4月18日上の北上時房の原服記事、1192年5月26日以上の北上安時の記事などを挙げて、東鏡編参者による北上試験賞のための曲質と断定した。また、と佐の宮所の中枝は、東鏡の考えにおいて、1201年10月6日上の記述を紹介し、 この文などかの家の記録とあらずと千夜としている。それらの中で、北条時政を、あるいは、義時の行動を正当化するのための、曲筆とされている、代表的な二例を紹介する。源の頼家、あず鏡の曲筆の最も華々しいのが、頼家将軍期である。源氏が三代で終わったのはこういう不詳の息子が、いたからだと誰しも思うが、それが、 真実の姿であった証拠は何もなく、極筆と疑われるものは無数にある。極筆の確実なものは、源の頼家の最後である。頼家が将軍の座を降りたのは、東鏡によると、兼任3年9月2日の引き吉和の変の直後、9月7日上での頼家出家であり、9月10日上で源の実朝が将軍を継ぐことを決定したとある。 そして、その、より家の死については、翌年の7月19日上において、飛脚からより家死去の方があったことを短く記す、のみである。しかし、県人3年9月1日に、より家が病死したという鎌倉からの死者が、同年9月7日早朝に、京の朝廷に到着し、サ友を実践大将軍に任命するよう、要請していることが、この駅実の、 諸宮関白期、藤原定家の赤月期,期、白川白王家業使用の成石沖などによって知られている。あず鏡によればより家が存命どころか、まだ出家もしていないにもかかわらずである。この当時の鎌倉時計は、普通の死者ならば2週間、死休の知らせでも約1週間かかり、早馬を乗り継いでも9月1日か2日に鎌倉を出発していなければならない。 仮に9月2日に鎌倉を経ったとしても、引き吉和の変は同日夕方近くに起きた事件であり、より家の将軍配立は当初より予定されたことがわかる。また、より家殺害当日の日付の具勘省によると、入浴中を襲撃され激しく抵抗した、より家の首に紐を巻きつけ、後眼を掴んでようやく刺し殺したとある。畠山茂だ。 アズ鏡の中では、畠山重忠の乱で人望厚い畠山重忠を追い落とした人物は、北条時政の5歳で悪名高き牧の方とされ、北条義時は、元旧2年6月21日上で、畠山重忠の暴殺に反対し、父時世に、今何の生き通りをもって、反逆を企みつべきや、もしたびたびの訓行を捨てられ、祖骨の中陸を加えられば、 定めて後悔に及ぶべしと熱弁を振るう。これは、その後、宝条政子と宝条義時が父時世を追放したという背徳を正当化する伏線となっている。原葛郎はこれを表して、若道年潤う,う七月の事変に際する二人の態度を考えば、初めに乙女子にして、終わりにだっとたるものか、戒むべきの至りなり、還元すれば、かかる矛盾を、 北須ゆえんは、あずまかがみの変者が強いて、義時を介護せんと欲するの眠よりしてかかる曲筆を、老するに至りしに外ならざるべしと述べている。先の二例は、北条氏の行動の正当化の色合いが強いが、次に、検証の代表例を、時制、安時、時よりの三人について紹介する。うち二例は検証のための露骨な曲筆でもある。法上時政。 文治2年5月6日の印前文治元年11月25日から文治2年3月27日頃まで、北条時政は、頼朝の代官として在京していた。この頃より、文治3年頃までは、慶と鎌倉の間で緊迫した政治折衝が行われていた時期であり、あずま鏡には、印奏や印前、頼朝から苦行への手紙などが多数掲載されている。 そうした印前の一つに、後白河法王が、法上と政を褒める一文が間に挟まっている。文治2年5月13日上にある5月6日付の印前である。この時世検証の文を飛ばして読むと、非常に文意の、はっきりした印前らしい文章になり、達福義友は、これを、時世検証のための劣像と推定する。また、 それとも関連する文字2年5月18日以上に、ある頼朝の陰装の趣旨の前半は、アズ鏡編参者が想像で補ったものであり、これには物的証拠がある。同年4月20日に頼朝が出した陰装の実物が九条家の古文書の中から発見されているのである。アズ鏡の記述と陰装の実物はテーマは同じであるものの、 主張している内容は全く異なる。それらのことから、同年5月6日の院前に出てくる、巨月20日のご消息は、編参者のもとにはなく、しかしそれに言及しなければ、話は繋がらないと想像で補ったものであろうと、見られている。この時期は、鎌倉幕府の性格を決定する非常に重要な時期であり、 吾妻鏡はその最も重要な、まとまった資料であるが、その中には、以上のような例も混在し、非常に注意深く読んでいかなければならない箇所とされる。北条康時、正治2年4月8日、上、北条康時の検証で、象徴的なものが、正治2年4月8日上である。女院天上人であった若さ前人が、御家人の老中の妻と、 白昼密通していたところへ、夫が六原から帰ってきた。怒ったその武士が太刀を取って、補器を追い、切り殺した。その武士を捕らえてあるが、どう裁いたらよいだろうと経の六原から鎌倉に、早馬が来る。それに対して、大江広元から意見を求められた、宝城康時は、老中の身として、諸院宮商殿の者を殺害するなど、武士の本文に戻る行為だ。それも、 白昼路上で行うなどもってのほか、直ちに厳罰に処すべきであると言ったとある。この記述は盗作である。この事件は、実は、藤原定家の日記、赤月期、同年3月29日上に書かれており、安時が語ったというセリフは、藤原定家の感想を移したものである。北条時より、 人事2年11月29日上人事2年11月29日上と、翌30日上にはこう書かれている。有力御家人の三浦氏と小山氏との間で、些細なことからあわや一戦にという事件が起こった。北条教授は、この事件で一応折りのある三浦氏を助成しようと、配下の者を武装させて差し向けた。それに対して、教授の弟の北条時よりは、 酒の場での喧嘩だからと生還していた。二人の祖父である、宝城康時は、おのおの将来ご貢献の器なり、つまり二人とも、将来執権になろうというものであるのに、兄の教授は、諸御家人のことに対し、そうかこうを存前か。聖太志だ稽古つなり、しばらく前に来るべからぜと怒った。一方、弟の時よりには、新釈すこぶる大義に似たり、 追って優勝あるべしと褒めて、領地を与えたというのである。時折が十五歳の時である。兄の北条教授は、祖父、安時の後を継いで十九歳で第四大執権となるが、四年後に、弟、北条時折に執権を譲り出家、その直後に死亡する。そして、あずまは、そもそも、時折の方が優れていて、安時の眼鏡にもかなっていたのだと言っている。 アズマ鏡の原子量の全体像について際立った研究を行ったのは大正時代のヤシロク・ニハルと最近ではゴミ・フミヒコである。ゴミ・フミヒコはアズマ鏡の原子量として3つの類型、幕府事務官僚の日記、出録、後に提出された文書、幕府中枢に残る公文書類が浮かび上がるとする。ここでは説明の都合上、後に提出された文書、 幕府中枢に残る公文書類に KK の記録を追加して先に説明し最後に将軍期ごとに幕府事務官僚の日記、出録を見ていく。自頭御ら、ご家人、自社などから訴訟の証拠や遺書として提出されたと思われる文書である。しかし訴訟の証拠書類だろうと思われるものの中には明らかに偽文書と思われるものが混じっている。 元旧2年うる7月29日上にある、河野通信に与えたとされる三大将軍源、サメ友のご教書は、その代表例である。それらのことから、幕府の中に保管されていた文書は、実は、ほとんどなく、後世に提出された書類から再録したものが、かなりの量に及ぶだろうと推測される。 有力御家人の伝承の項で触れた、研究3年8月5日上などは、千葉市の家電と思われる。次は、公文書類である。それらは、万所などの役所に保管されていたものもあろうが、その文を書いた、事務官僚の下書きが、あるいは、特捜家の寄り合いでの決定が、万所や門中書の出自の家に伝えられて、あずまの編纂時に利用されたと思われる。 寛喜4年12月5日上に、北条康時が、書どころに散在してしまった、大江広本時代の記録を集めさせ、広本の孫の長井康秀に送ったとあり、その記事自体が、長井康秀の家に保管されていた記録が、あずま鏡に利用されたであろうことを物語っている。頼朝将軍記に多数見られる朝廷からの、院宣などもそこに含まれていたと思われる。 文字元年12月6日上にある陰相の折り紙上は、極洋が情報源とも見られていたが、平田俊春はこれを詳細に検討して、幕府満どころにあった暗文によったのであろうと推定し、以降それが定説となっている。大正時代初期の八代六二春は、あずま鏡と諸史料との付き合わせを行い、苦行の日記その他経験の多く史料が原史料と、 なっているることを見つけるそして、アズ鏡の該当箇所と、オリジナルであろうとするものの該当箇所、計29箇所を具体的に紹介した。そのうち、藤原定家の赤月記が、資料として使われている部分が非常に多く、14箇所と、ほぼ半分を占める。それらのことから、アズ鏡は、日記の定裁を取りながらも、明らかに後世の編纂物であると八代は、 断定した。八代国春が指摘した文献との関係については、先に触れた通り、玉葉については否定され、またゴミ文み彦は、平家物語や、上級記そして平田敏春が戦前に主張した、六大正直も、使われた形跡はなく、それらの元となった、資料合戦記などを利用したのではないかとする。そうした修正はあるものの、赤月記のほか。 近海和歌からの引用などは確かに確認され、後に、佐藤真一は、アスのリサダキも原資料の一つに加えている、ゴミ文彦は、実金賞なども、二階堂雪光の検証記事に利用された可能性があるとする。最後に一番重要な、ベースとなる、原資料、幕府事務官僚の日記、出録を、各将軍機ごとの特徴と合わせて見ていくと次のようになる。 よりとも将軍記ベースとなる原子量の種類、著者を推定することの最も困難な時期が、ちょうど原平合戦の時代、自称4年から自称8年、原略元年頃である。この時期は、非常に物語性が強く、読み物としても面白いが、それだけに原子量の姿が現れがたい部分である。この時代全般にわたって、いくつかの御家人の家に伝わる文書や、 家電のようなもの、場合によっては、よりとも巨兵器とでもいうような、すでに出来上がっていた物語などが相当、利用されていると推定されている。巨兵当時からの優筆として、藤原国道が知られるが、自称8年、厳略元年頃から藤原年金、二階堂行政、大江広本、三好安信ら、朝廷に仕えていた中、下休実務官僚が、相次いで、 鎌倉に下り、後に、万所となる公文書や、文中書の担い手となる。その中で、五味踏彦は、欧州合戦で、軍部行でもあった、二階堂行政の出力がベースと推定する。より家、ネ根友将軍期、二階堂行政の子で初めて万所執事となった、二階堂雪光の出力をベースに、三好康信や、和田合戦で、軍部行であった。 二階堂公村の記録などにより補ったと思われる。ただし二階堂雪光の出録がベースであると言っても、かろうじて痕跡が確認できるという範囲である。このよりえ、サネとも将軍記の時期は、北条氏を正当化する曲筆が非常に多い。赤月記が利用されているのもこの時代の部分である。藤原より より継ぐ将軍記読み物としても面白かった。現時三大将軍記と比べてその文章は大きく、異なり、儀式に関する記事、天変地、異、祭礼、祈祷に関する記事が多くなる。八代国春はそれを表して、女子は平凡にして、文章も、流暢ならず、日記を読むがごとく無味乾燥にして興味少なしという。原勝郎は、権略前後より、 円王の前後まで、俗に言うに将軍の時代から将軍、藤原頼爪の代、執権は、北条康時の時代については、初夏の出録をベースに一人が編纂したように見受けられ、また、現氏三大将軍期に比べれば、信用に足るとする。そして、円王前後より、終わりまで、つまりほぼ、藤原頼継将軍期以降は出録そのままだろうと、考えた。 現在までの研究ではそれは否定されるが、しかし原子量が、比較的性の形で残っているということは確かである。この時期のベースとなった筆録については、ゴミフミヒコは、恩賞奉行の中原シーンと、同じく恩賞奉行で、上級の乱の軍奉行であった、後藤元綱のものを中心とする。胸方新能将軍記、八代国春や原勝郎が指摘した、文章。 内容のつまらなさが極まったのがこの時期である。しかし事実の記録としては信頼度は高いと言える。ゴミフミヒ彦はこの部分は御所奉行の筆録が中心で校長3年7月5日までは二階堂行方、その後は御所奉行を引き継いだ中原試練の記録と推定している。直接の編参者について八代国春は 万所と門中書の出事である、三好康信の子孫、大江弘元の子孫、二階堂行政の子孫たちではないかとした。八代国春は、赤月期と、東鏡の付き合わせを行い、権略元年11月4日条が、赤月期、同年10月23日条を、若干縮めて書いたものであることを発見する。さらに翌年の権略2年7月8日条には、 たまたま造営のことあり、すべからく上楼の情景最小弁これを建てまつるべきか、と暁きき、同年7月27日上の丸写しがある。それらに、吉信申して、いわくとあるのは、三好康信のことである。八代国春は、この二件とも、三好康信の表、または検索と偽装されており、そのことからも、三好氏の子孫たる、町の大田氏が、 東鏡編さの中心にいたのではないかと推測した。また、三大将軍源ナモ友が、河野通信に与えたとされる、御教書の記事は、永人五年の永人の特性例に関わる、偽文書を元に書かれたものであることは先に触れたが、その言及二年うる七月二十九日以上にも、全身武行すとある。元となる、偽文書が作成されてから、 編算推定年代までは、非常に短く、編算者以外の創作が入り込む余地はないため、三好氏の子孫が、編算者の一人として確実視される。大江広本の出録からと思われるものには、同じ文章を分割したと思われる上限3年10月15日以上と、憲法2年5月7日条上があり、二階堂行政では、文治2年10月3日条上などがある。 検証した部分も確かに見られる。例えば、大江広元ではすでに見てきた守護寺頭の検索などである。ただしすでに守護寺頭の設置で見てきた通り、これは大江広元の検証ではあっても編纂者の手による曲筆とは言い切れない。したがって、検証記事の存在だけから広元の子孫の編纂への関与を言うことはできないが、これも先にも触れた通り、 宝城康時が、大江広元時代の記録を広元の孫の長井、康秀に送ったという記事があり、長井氏に伝えられたその記録が、あずまかが編さに利用されたであろうことは、大正時代の頃から和田秀松、八代国春らによって指摘されている。二階堂行政の子孫については、その子、二階堂幸光の検証記事に、元休元年9月15日以上があり、幸光が、 白川院の故事を語り、総集ことに、魚館という。その時雪光が語った故事は、実金賞1の24話にあるものと同じであることを、ゴミ文彦は指摘した。記事そのものが、後付けの創作である、可能性はある。ただしゴミも認める通り、実金賞の編者同様に雪光もその故事を、知っていたのかもしれず断定はできない。また、 近海和歌集から収録したと思われるものに、八代国春が指摘した、憲法元年12月19日上から翌20日上がある。二階堂雪光と三大将軍源、サネ友の和歌のやりとりで、将軍サネ友が、再三魚館に及ぶという下りである。しかしその記事を、あずまに加えたことに、 雪光検証の意図が指摘できても、事実と相違する極筆というわけではない。三好康信の場合と比べれば非常におとなしいもので、ある。とはいえ、二階同士は、あずま鏡の記事のベースと想定される、出録の著者に多数現れることと合わせて考えると、その返纂への関与は、濃厚と推測される。ゴミ踏彦は1989年に表した。 アズ鏡の方法の章、アズ鏡の構成と原資料において、ベースとなる出録に、二階堂行政、二階堂ゆ光、二階堂小村、後藤元綱、中原市委員、二階堂行く中原試練を推測した。そして2000年の、造語アズ鏡の方法では次の2点のアプローチも、加えた。意図的な検証実務官僚では前述の通り見よし、 安信、三好安試練二階堂ゆきみつ、大江広元である。それ以外には、特捜家を除くと、北条時房、平森綱、北条佐根時らである。出産記事特捜家着流を除けば、北条有二、北条正村、北条時助、北条宗政北条時金と、そこまでは、 北条一門ということで、理解できるが一人だけ、文筆の家が混じっている。上元年9月21日以上に、二階堂行政の孫で、後に、万所執事となる、二階堂雪森に子が生まれたとある。その時生まれたのは、二階堂雪忠であり、その雪忠から、万所執事を受け継いだのが、孫の二階堂雪貞さだである。これに、 アズ鏡の編算推定年代を重ね合わせると、大田次連がまず候補の筆頭として上がる。文筆の家では、最も露骨に検証されている、三好安信の子孫で、永人元年から元行元年まで文中書出自で、あり、おそらくは、その時期より哀愁でもあったろう。次は、二階堂行貞である。ベースとなる筆録に上がった、二階堂行政、行光。 そして出産記事に登場する、雪森、雪忠の系統、二階堂品の家でこの時期に該当するのは、雪忠であり、雪忠は、昭和三年の雪忠の没後に二十二歳で、万所執事に就任したが、三年後の平前門の乱の直後に罷免され、ほぼ十年後の権限元年に、万所執事に返り咲いている。より合いにも同時に就任したとみなされる。 大江では、長井宗秀が該当し、永忍三年時点からより愛州にその名が見える。この三人が、幕府の主要ポストに顔を揃えるのはゆきさだが、万度殺し辻に返り咲いた、権限元年である。もちろん、ベースとなる出録には、中原真、中原氏連親子が推測されており、その子孫でこの当時政権の中枢にいた、摂津親、いたすや、 三好氏の矢野治向へ、北条氏では、金沢貞明や北条時村の元から少なくとも、資料提供は、相当なされているとみられるが、編纂への関与の程度は不明である。和田秀松は1912年の、あず鏡古社本校において、あず鏡編纂の意図について触れ、これかきの編纂は、幕府の記録を統一して、洗礼調査の期間に備えんがためにして、 かつは開幕以来、久しく年上へたるをもって、歴代将軍の実機返還の必要を生じたるが、ゆえにてと推定した。鎌倉時代後期に、経営、鎌倉を通じて見られた、家業、家食の固定化は、先例重視の、夕食古実の世界であり、平安時代中期以降の朝廷同様に、この時代の鎌倉幕府でも、前例が重視されていく。 マスダ州は1977年の東鏡の伝来についてにおいて、その先例の具体例として経営を繰り返された三代の元将軍の鎌倉大質の様子を挙げる。東鏡より、後の時代の宗方親王のこの七代将軍、これやす親王の帰郷は、と、はずがたりに描かれており、 その前の三代と同様に、一旦佐助がやつに行きそこから経営出発するが、将軍を御所から出すときに、先例だからと逆御師にして、将軍を乗せたとあり、増田は逆御師だけでなく、将軍を廃する時の一定の慣行が、すでに確立していたのではないかとする。そうした、幕府中枢の事務官僚の実務的な要請に加えて、ゴミフミヒコは、 混乱した時代に歴史を見直す必要が生まれたこと、と同時に、自らの家の流れを確認し、その正当性を主張する必要からも、あずま鏡の編纂は求められたに違いないと述べる。平安時代の後期、陰性期頃に形を成してきた、いわゆる、家の概念が、経営の公家社会では、価格の形成、家業、褐色の固定化から、さらには、家芸の固定化にまで及んでいくが、 武家社会の側にもそちらに向かわざるを得ない要因を抱えていた。分割相続による御家人の霊彩化である。そうした状況からの保身が、嫡男による単独相続への傾斜、いえ、家督の確率として現れる。それらが、相まって、特捜家の確率とそれを取り囲む法上書流の、 価格の形成が、同時に、文筆の家でもそれ以上の価格、過食の固定化が進んでいく。安ず鏡編さ時期に、鎌倉幕府の政策を決定していたのは、より哀愁であるが、その構成を知る手がかりに、永仁三年の大田次元の記録、永仁三年期、王朝元年の金沢文庫の古文書などがある。これに、権限元年当時の引き付け頭人などから、 主要要人を加えて、それぞれの家が、吾妻鏡の中でどう扱われているかを見ると、北条一門の北条諸時、北条時村とその孫、北条広時、おさらぎ信時とその古代仏創選、金沢貞明、広四院寺木らの先祖は、生誕記事や、検証記事で、吾妻鏡の中に、きちんと位置づけられていることがわかる。例外は、 本来独創家に次いで価格が高いはずの赤橋家で、あるが、しかし赤橋義宗は、賢治2年に没死、着難。赤橋九治はその時まだ5歳。あずまか編参の中心時期と見られる頃には、赤橋家は、寄合衆は務めていない。実務官僚としては、永任3年の寄合出席者に、大江氏の長井宗秀、二階堂幸富寺。 三好氏の矢野治家らが見えており、権限元年11月段階では、二階堂皇婦寺の公認として、二階堂行貞が加わったと推定されるが、これら三氏の祖についてはすでに見た通りである。王朝元年の寄合衆には、他に、隕石で、足立事件、特捜飛観では、長崎高綱、美東寺な奈らが見える。権限元年当時の幕府要人には、 特捜悲観は現れないが、その裏で特捜家を支える存在であったろう。その長崎市の祖、平森綱には検証記事があり、尾藤氏は、北条康時の第に最初のカレーとして記されている。つまり、権限元年前後の幕府、特捜家を支える主要メンバーの家の形成が、東鏡の中にきちんと折り込まれていることがわかる。 編三年代と推定される昭和二年頃は、いわゆる、特捜先生の時代である。村井章介は、鎌倉幕府は、この時期、進むべき道が見出せなくなっていったとするが、その点を次に見てゆく。東鏡は、金沢文庫にあった原本が、小田原のご北上氏の手に渡り、それが、徳川家康の手に渡ったと思われやすい。しかし現在の研究では、 かなり早くに散逸し、室町時代にはすでに揃いの漢本の形では伝えられておらず、断片的な小質本や数年分の霊本の形で伝わるものがほとんどであったと推測されている。それらを集めて、四十二巻とか四十三巻とかまでに収集と補定が行われたものが、北条本系では徳川家康、吉川本では宇田広四川の手に渡り、 そこで、さらに欠損文の収集が行われて51巻、あるいは48巻という形に復元されていったと、される。現在最も一般的なテキストである1933年の、新定像報告史体系の定本となるものは、法条本と呼ばれ後法条氏が所蔵していた、写本とされていた。それが、天正18年の豊臣秀吉の小田原聖伐の、時。 北条氏直が会場の折衝に当たった、黒田女水に送ったものを、女水の子、黒田長政が、慶長九年に、徳川家に献上したものである。現存する、北条本の分析から、現在では、構造紙の古い漁師の三十二冊と、構造紙の古い漁師に、修繕実子の哺乳が施されている十0冊、修繕寺紙の実の一冊の、計四十三カゴ、家康は、 慶長8年以前、おそらくは、慶長以前に一括して、手に入れていたと推定される。その後の収集による造法それまで入手していたものと同じ書式で書き写させた、ものが、白紙に近い紙を用いた発冊であり、その追加収集と、並行して、枯渇字本会版の準備が進められていたとされる。あず鏡かが字本館 A 版、林道春の抜群。 黒田長政賢上のものが何冊であったかは、不明であるが、いずれにしてもその白紙に近い紙による発冊の、増補過程で競合に利用されたと思われる。つまり、法条本と言われる写本は、昔法条本と思われた写本、いわゆる法条本であって、ご法条氏から伝わった現物は、どこにも存在せず、家康の下で増法された写本の中に書き写された。 原資料の一つでしかないということになる。なお、家康が開版したものは、慶長十年印降の慶長枯渇辞本であり、下代、万神には、あず鏡、内代には、新刊あず鏡とあり、正国寺の中高の祖とされる西笑い将、直しの抜群がある。関永版は、関永三年に、慶長活字版をもとに難解な文を訂正し、 金を振って、あずま鏡の普及を目指したものである。林道春の抜群により、あずま鏡の由来を理解できるようになっている。原本は、家康没後、江戸城内の紅葉山文庫に収蔵され、現在は、国立公文書館像で重要文化財である。なお、新帝像を報告史体系は、この、法上墓の定本としながらも、島津本からとされる。 アズ鏡脱露を加え、吉川墓も競合に用いた。館主にある経図からは、天文年間の写本と推定されているが、冒頭の目録にない3年分が含まれていることなどから、天文年間以降も収集と補定が続けられていたと見られる。慶安3年に幕府に献上され、現在島付文書に残るものはその時の副本とされる。 幕府に献上された島津本は行方不明であるが、その中から徳川家所像のいわゆる北条本にかけていた三年分が漢文八年に東鏡脱郎として、さらに北条本の計十一巻との差分、東鏡脱さんが遠方七年に木版で出版された。現在、東鏡の最前本と目されるのが吉川本であり、 大内氏の重臣闘士の一族、宇田博史川によって収集されたものである。宇田博史川は、分岐も年頃、その写本42条を手に入れることができ、数人の筆生を雇い、書き写させて秘蔵した。しかしそれには二十数年分の欠落があった。博史川はその後ようやくにして、欠落のうち五条分を手に入れる。これを、 最初の書者と同じ形式で書き写させ、その目次も兼ねた、年譜一条も加えて、大英二年に全48条とした。それがその後大内氏の滅亡とともに、毛利元成の子、吉川元春の手に移り、以降吉川家に伝えられた。現在も、吉川資料館像で重要文化財である。法条本にはある還元四年、県庁三年。 県庁7年は欠損しているが、法上盆にない、東鏡脱郎部分の3年をすべて含み、それ以外にも日の単位で数百箇所が、吉川盆のみにある。日単位のものでは、法上盆との差分は、祈祷祭礼に関する記事が多く、また、前半部分においてはほとんど一致し、祭は、後半部分に集中する。それらのことから和田秀松は、 アズ鏡古写本校において、北条本などの源流である、金沢文古本は、節略本であり、吉川本はそれより、前の編集途中の版をベースとした写本であろうとした。今日言われる、北条本は前述の通り、いわゆる北条本に過ぎないことから、この認識は現在では根拠を失っているものの、和田秀松や八代国春が、編纂途中で、おの、 策を加える前の段階を思わせる吉川本の資料価値は、北条本に勝るとした点は現在でも肯定されている。軍書類獣を編纂した、花輪保吉の和学公団小雲古道の倉印がある。目録の終わりに、大米11年更新8月25日金沢文庫五本書の、とあり、大米11年に金沢文庫本から書写したものを、 さらに書写したものと推定される。大正時代に黒川真道が所蔵していたことから黒川本と呼ばれるが、その後消失し、東大資料編3書にその目録部分の影写しの実が残されている。修正本と分類される写本の主要なものは、上記の北条本、吉川本、島津本の3点であるが、その他消失、霊本の類では、 前田育徳海村業格文小僧の13年の奥垣を持つ山光往来の支配に樹英3年4月6日上から同年12月16日まで9ヶ月弱の消失が見つかっており、写本中最古のものとされる。また、前田家には、包み紙上書に文字以来記録と書かれた文字3年から過録2年までの間の やぶさめなど武芸に関わる記事43日分を消失したものも残されている。その他伏見の宮家旧造の伏見の宮本は17日分の記事の抄本である。三条西金枝筆とされる三条西本は50日、前後の記事を2種類有している。清本定本と呼ばれるものは、室町幕府の武行人、清原元貞が写したもので4冊、計百六丁である。 修正本は、こうした小失霊本形を、宇田博史川、あるいは徳川家康が苦心して集めたものと見られている。最後に、明治以降の研究者が、この、あずま鏡の歴史資料として、どのように評価してきたかをまとめておく。昭和初期に、あずま鏡の特集を組んだ、古典研究第1巻3号を。昭和初期の研究状況を、網羅的に把握できる。 アズマ鏡の漢本及び訓読、注釈。ありがとうございます。